皆さん、こんにちは。オカリーナ制作演奏家の軽部律子です。今日も私の書いたこのオカリーナ入門テキストに沿って練習をしていきましょう。今日はレッスン4のファの音です。それでは新しいファの音の練習をしてみます。今までに習った指はシ、ラ、ソ、そして右手の人差し指を押さえる。これでファの音が出るはずです。それではロングトーンから早速やってみましょう。1、2、3、4。さあどうぞ。1、2、3、4。ストップ。もう一回いきますね。3、4。さあどうぞ。1、2、3、4。ストップ。いいですね。それでは次はタンギングをしてみます。1、2、3、4。どうぞ。もう一回いきます。聞いてください。さあどうぞ。実はオカリーナというのはすごく音程を取るのが難しい楽器でもあるんです。皆さん歌を歌われるときにどうやって音程を取っているかと言いますと、歌った声を一回自分の耳で聞いて、そして音程を調節しています。無意識のうちにやっています。これとオカリーナはとても似ています。ピアノのようにこの音を押さえれば、この音が確実に出るという楽器ではなくて、息の強さで音程が変わる楽器なんですね。今日習ったファの指なんですけれども、これでちょっと試してみます。普通に吹きますね。強く吹いてみます。今度は弱く吹いてみます。普通に吹いてみます。わかりましたか？こんな風に息の強さによって音の高さの変わる楽器なんだということを知っておいてください。ここまでレッスン1から3まで私よくメロディーを歌ってもらっていましたけれども、私音痴だからって言われる方すごく多いです。音痴だと思われていてもそれは構いません。ほとんどの方が訓練をしてないだけで音程が取れてないというだけなので、声を出す、耳で聞くというトレーニングができてきます。それはすなわちオカリーナにもそのまま役に立ちます。じゃあ音程はって思われるかもしれません。チューナーの機械を持っている方もいらっしゃると思うんですけれども、チューナーというのは結局便利です。私もよく使うんですけれども、一つ一つの音を測っていくと曲には当然ならないですよね。なので要になる音を測る、それで全体を想像するということで道具の一つなんです。私は自分のフルートの恩師から習った言葉で忘れられないことがありまして、いい音程はいい音色についてくる。これが私の中ですごく今でも大事な言葉になっています。どちらかというと音程というのはチューナーとか、ピアノとかもそうなんですけれども、比較対象がしやすい。自分の音が外れてるのか、チューナーだったら数値で出てくるんです。判断しやすいです。でもいい音ってなんだろう、ちょっと抽象的な感じがして、あまりどれがいい音なんだろう、自分の音はいい音なんだろうか、目指すいい音ってなんだろう、ここで初めて考える方も多くいらっしゃると思います。答えはすぐ出なくていいんです。それを求めてこうかな、ああかなって試行錯誤する過程が楽しくて意味があるものだと思っています。それではファの音をもう一回練習します。今度はピアノに合わせてやってみましょう。1、2、3、4。
ました。それではここまで習ったシ、ラ、ソ、ファの音のロングトーンとタンギングの練習、それぞれ2回ずつ続けてやってみようと思います。長い練習になってきます。ブレスが上手に吸えてない方はだんだん途中で苦しくなってくるかもしれないです。そういう時には少し早めに音を切り上げて落ち着いてブレスをするようにしてください。いっぱい吸わなきゃって思うとかえって使い切れないほど体に息を入れて体がこわばってしまったりもします。それではシの音から参ります。1、2、3、4。初心者の方はちょっと長い練習だったので少し疲れたかもしれません。これダイエット、筋トレにもなりますのでしっかりお腹に力を入れて頑張ってやってみてください。レッスン4、ファの音の練習曲は子守唄というメロディーです。譜読みをしてみましょうね。まずは最初にドレミで読みます。1、2、3、4。ファーソーラーソーファー、もう一回ファーソーラーソーファー。これに合わせて指も一緒に動かしてみましょう。もう一回歌います。1、2、3、4。ファーソーラーソーファー、ファーソーラーソーファー。ここまで吹いてみましょう。1、2、3、4。では次の段も練習してみましょう。またドレミで歌います。1、2、3、4。ラーソーファーラーソー、ここまでですね。今度は指も動かして歌ってみましょう。1、2、3、4。ラーソーファーラーソー、はい、今度は吹いてみましょう。1、2、3、4。それでは最後のフレーズです。最初に出てきたのと同じなのでもういきなり吹きますね。1、2、3、4。はい、それではこの曲を最初から通して練習してみますよ。いかがでしたでしょうか。
けましたか？それでは次の曲を練習してみたいと思います。次の曲はロシア風ダンス、音符の種類、ここで初めて触れたいと思います。このロシア風ダンスという曲は3種類の音符が出てきます。2分音符、そして4分音符、8分音符。では一番多分優しいと思う4分音符を手拍子で打ってみます。口は今みたいにカウントを言っています。いきますよ、せーの、1、2、3、4、1、2、3、4。今度は2分音符やってみましょうね。2分音符は4分音符の2個分やってみましょう。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4。最後に8分音符、8分音符というのは1、2、3、4、このメモリにないところで手を叩かないといけないので、ちょっと最初は分かりにくいかもしれません。なので口で数えているこのメモリをもう一つ細かい単位にしてみます。1等、2等、3等、4等というようにします。この1等、2等、3等、4等に合わせて手を叩くと8分音符の速さになります。こんな風です。せーの、1等、2等、3等、4等、1等、2等、3等、4等。今度は今の楽譜を通してロシア風ダンスの最初から最後まで通してやってみようと思います。いきますよ、最初は2分音符、次が4分音符、その次が8分音符になってます。うまくこの音歌が変わるところに乗り遅れないように気をつけてみてください。いきます、1、2、せーの、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1等、2等、3等、4等、1等、2等、3等、4等、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こんな風に音符を数えることができます。ここにオカリーナの指を当てはめていきます。今日習ったファの音ですね、このファの指とソの音、この2つの音だけで吹ける曲です。前奏があります。1、2、3、4。でしたか？最初はこれ1回じゃできないと思います。なので動画を何回も繰り返してやってみてください。必要なら再生速度を少し落としたりとかして練習してもいいと思います。それではレッスン4、ファの音の曲をこれからまとめてピアノと一緒に演奏してみましょう。子守歌は楽譜通り繰り返しをしてみてください。では参ります。ロシア風ダンスです。1、2、3、4。
がレッスン4、ファの音の内容でした。次回はレッスン5を練習していきます。レッスン5では新しくミの指を習います。レッスン5で習う曲もどうぞお楽しみになさっておいてください。どうぞチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。